俳優でシンガーソングライターの松下洸平が主演を務める日本テレビ系ドラマ放課後カルテ10月12日スタート。毎週土曜あと9時の追加キャストが21日発表された。塚本高史、美村里江、ソニンが主人公、牧野、松下が関わる児童の親を演じる。原作は日生真由志の同名漫画講談社 BE ラブ主催、東多摩第八小学校を舞台に、文句ばかりで口も態度も大きい小児科医牧野がその観察眼で言葉にできない SOS を見抜き、未来に向かう子供たちの背中を押す保健室ヒューマンドラマとなっている。